What is up, guys? 皆さんどうも、K です。はい。今回はですね、人生初のフォーシーズンズカフェにやってまいりました。はい。メニューがこのような感じになっておりまして、料金が男性、女性と異なってきます。基本的にはメニューにあるもの食べ放題なのですが、一部商品は追加料金が別途発生するので、注意が必要です。今回ね、7月の頭に行ってまいりましたので、7月限定メニューをたくさんね、楽しんでいこうと思います。それでは早速いただきますということでですね、一つ目に食べていくのが気まぐれショートケーキになります。こちらのフォーシーズンズカフェでは、メニューに書いてあるパフェだったり、それからお料理だったりもそうなのですが、ショーケースにあるケーキも楽しむことができます。ショーケース内のケーキはね、バイキング対象、非対象など書いてあるので注意が必要です。こちらの気まぐれショートケーキなんですけれどもね、フルーツがね、いろんな種類のがたくさん乗ってて非常に美味しかったですね。ホイップもスポンジケーキもふわふわで最高に決まっちゃう一つでした。全体的にね、フルーツにすごい力を注いでいるような気がしたのですが、こちらのケーキもね、フルーツがとってもみずみずしかったですね。ホイップたっぷりで最高に美味しかったです。2つ目に食べていくのがモンブランです。こちらスポンジベースのモンブランでふわふわですごい美味しかったですね。こちらケーキは基本的におかわりがし放題なのですが、メニュー表の料理に関しては食べ終わってからまた注文するスタイルになるので、メニュー表の料理を注文してケーキを食べて、で料理が届いたらそれを食べてみたいな感じになるかと思います。はい、いよいよお楽しみのパフェがやってまいりましたね。フラノメロン&マスクメロンのパフェになります。パフェなんて普段食べることめったにないのでね、食べ方がちょっとわからなかったですよね。最初はフォークでね、上に乗ってるメロンたちをパクパク食べていくんですけれども、非常にフレッシュで美味しかったです。フルーツもね、食べ放題だからといって小ぶりにカットされてるわけではなく、結構大ぶりカットなので食べ応えも抜群でした。最近メロン食べてなかったのでね、これは決まっちゃいましたね。はい、味覚がね、特に優れてるわけではないので、フラノメロン、マスクメロン、どっちがどっちみたいな感じだったんですけれども、どっちも美味しかったですね。はい、ちょっと料金のお話に戻るんですけれども、男性5400円の女性が4900円っていう、まあ結構お高いビュッフェになってくると思うんですけれども、一品一品のね、パフォーマンス、クオリティを考えると、これは納得のビュッフェの価格になりますね。これもね、一つで1910円っていうね、非常にリッチなパフェでした。基本的な構造はフルーツ、アイス、ジュレ、スポンジだったりとか、あるいはホイップみたいな感じになってくるかと思います。はい、こちらのオーダービュッフェはね、黒板に書いてある本日のパスタも注文可能ということでしたので、明太レモンクリームパスタを食べちょります。レモンの酸味がすごく夏を感じさせてくれましたね。まあレモンってね、夏の果物じゃないらしいんですけれども、明太クリームでしたらね、結構ありふれてるとは思うんですけれども、そこにレモン加わっちゃうとね、素敵なサムシング生まれちゃいますよね。今回結構ね、パフェで固めようかなっていう気持ちだったんですけれども、黒板メニューだったりその他のね、メニューの商品見てたら、自分を抑えることができなかったですね。バーサーカーモード入っちゃいました。パスタのグラムで言ったら多分100から120グラムくらいだと思うんですけれども、まあ本当にね、1人前っていうような感じなので、そんなに量食べれないなっていう人はね、こういった本日のパスタとかはちょっと避けた方がいいかもしれないですね。私みたいにね、結構胃のキャパありますよっていう自信持ってる方はぜひ食べてみてください。はい、また料理を注文している間にこちらですね、フランボワーズショコラ食べていきます。フランボワーズ、つまりラズベリーですね。酸味がね、すごく美味しかったですね。そのラズベリーの酸味と加わってね、チョコレートの滑らかさ、濃厚さ、最高の組み合わせですね。決まっちゃいました。ケーキの中ではね、多分これが個人的に一番美味しかったなーって思っちゃいましたね。
こちらねビュッフェ対象ではあるんですけれども、お一人様一つまでとのことでした。続いて食べていくのが屋久島アイコ茶ティラミスになります。もうティラミスっていうことですからね、お茶のそのエキスっていうんですかね、しっかりとスポンジに染み込んでて最高でしたね。確認してますね思わず。ちなみにケーキなんですけれども1回で2つまで取ることが可能となっております。上に乗ってるねクリームとかも結構食感のあるようなクリームっていうんですかね、食べ応えがあって美味しかったですね。はい、こちらの一口ちょっと欲張っちゃいましたね。はい、ショーケース内ね結構いろいろなケーキがあったんですけれども、体感としては半分ちょいくらいが、追加料金なしで食べれるのかなっていうような印象でしたね。まあそれでもねオーダービュッフェの方のメニューがすごい充実しているので、あんまり気にならないレベルのボリュームだと思います。はい、またまたパフェの登場ですね。宮古島マンゴー&パッションフルーツパフェになります。結構器の高さがすごいですよね。あとこれちょっと思ったのが、お店で用意されてるスプーンがちょっと小さかったので、結構ね一口がどうしても小さめにはなってしまうなというふうに思いました。なのでまあ今回はねお上品にちょっとずつ食べていっております。構成されているものなんですけれども、まあ名前の通り上にねマンゴーが乗ってて、でそれからホイップとかアイスとかだったかながあって、で下にはパッションフルーツがねふんだんに入っている感じでした。ジュレとかもあってね、すごいもうスルスル食べれちゃうような感じでしたね。やっぱりねフルーツの水分とかもあるので、結構ね固形物でお腹いっぱいになるっていうよりかは水分で結構お腹が満たされるなっていうような印象でした。ここまで小さいスプーンでねパフェ食べてたんですけど、長いスプーンの存在に気づきましたね。なんか舌届きにくいなって思ってたらこういうトリックだったんですね。はい、こういう失敗から大人になっていくものなんでしょう。今のところ結構いい感じでショーケースのケーキとオーダービュッフェね交互に食べれてますね。8つ目に食べていくのがフルーティーパンナコッタマンゴーになります。マンゴーのみずみずしさとねパンナコッタのこのプルンとした食感、プリンとはまたやっぱ違いますよね。なんかねパンナコッタの食感はね決まっちゃうんですよね。たまんなかったです。もうパンナコッタ水分みたいなもんですから速攻で食べ終わっちゃいましたね。はい、続いてココナッツメロンプリンになります。こちらねどの辺がココナッツなのかなって思ってたんですけど、このメロンの下にあるクリームのようなものにココナッツのねフレーバーがあるような感じでした。これもプリンなのでね、まあどんどん食べ進めちゃいましたね。こちらの商品もねお一人様1回までの商品となります。はい、食べ放題してるとねちょっと周りの目が気になってしまう系です。はい、お次に食べていくのがこちらスペシャルバーガーになりますね。ちょっと予習も兼ねてねこちら行く前に他の YouTuber の方の動画とか見てきたんですけど、このスペシャルバーガー頼んでいる方がね多分いないんじゃないですかね。なのでどんなもんなんだろうと思って気になってね、まあ私が人柱になろうと思って頼んでみましたが、サイズが大きいのはもちろんなんですけれども、具材がねいろんなの入ってて非常に楽しくて美味しい一つでした。気になる中の具材なんですけれども、こちらおそらくアボカド、ビーフパティ、ハム、トマト、それからレタス、あと千切りキャベツなんかも入ってましたね。ソースは照り焼きっぽいやつとタルタルが入ってるような感じでした。これだけ具材入ってればそりゃこの高さになりますよねっていう話ですよね。今食べながらねちょっと横ちらって見てたと思うんですけれども、これねメニュー置いてあるので次何頼もうかなって思いながらねこちら食べておりました。こちらもね間違いなく腹パンになっちゃう一つなので、皆さんね頼むときはシェアするなりなんなりして、賢く食べた方がいいかと思います。はい、すっごい標高高いの来ちゃいましたね。岡山白桃のパフェになります。こちらね予約しないと食べれないっていうことだったんですけれども、なんかどういうわけかねこちらも注文大丈夫ですよっていうような別途追加料金は発生してしまうんですけれどもっていうご案内でしたのでね、もう頼まずにはいられませんでした。
あとあとね、普通の桃のパフェも頼んでいくんですけれど、そちらと比べるとね、桃の入り具合が全然違かったですね。もうたっぷり乗ってて桃の暴力でした。最初ね、この上の桃をね結構食べ進めてて、で後々ねちょっと桃と一緒に中のものとか食べれないんじゃないかなっていう風に思ったんですけれども、結構中の方にもね桃が入ってたので、バランスよく食べることができましたね。なんなら結構うまく考えられて構成されてるんじゃないかなっていう風に思いました。それこそね、これが岡山白桃だっていう感じで、最初こう岡山白桃のジャブが入って、でその後ね、中の具材っていうんですかね、アイスとかホイップとかと一緒に岡山白桃を楽しむことができるっていう構成になってるのでね、非常に考えられたパフェとも言えるんじゃなかろうかっていうことです。いやー、これ追加で別途発生しちゃうのかってちょっと思いましたけれども、これはね別途払ってでも食べたい、そんな一つでした。この日私ね平日行ったんですけれども、まあ結構お客さん入ってまして、提供のスピードとか大丈夫かなっていうふうに思ったんですけれども、思ったよりもね結構早めに提供されて嬉しかったですね。はい、たまにねアイスとか冷たいもの食べるとこう肩だったり首の後ろあたりがねちょっと痛くなる症状出ちゃいました。無駄にね真ん中にちょっと置き直して次食べていきます。はい、お次に食べていくのがパッションフルーツ&チーズフォンデュのワッフルになります。こちらもまあシェア必須の感じがする大皿商品でしたね。結構ねレビューとか見ててもワッフルがここの美味しいっていうのをね結構見かけたので、ワッフルは絶対に食べておきたいって思って、この季節限定のワッフルを頼んでみました。実際ねこのワッフルすっごいふわふわのほわほわだったので、口当たりが優しくて最高に美味しかったです。フルーツもねふんだんに使われてたので、本当に季節感を楽しむことができるワッフルでした。ホイップなんかもね結構ふんだんに使われてたので、ホイップの海に溺れちゃうところでしたね。ホイップだけだったらね結構くどいっていうような感じに思っちゃってたかもしれないんですけど、フルーツもねたっぷり入ってたので、そのバランスの良さがね結構こう食べ進めやすさを決めてくれたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、だんだんねちょっと血糖値上がってきて汗かいてきたんですけど、このまま食べていきます。はい、ここからはもう怒涛のパフェラッシュになりますね。13個目に食べるのが金色ラオウのパフェになります。金色ラオウってねもう名前がなんかめちゃくちゃ強そうですよね。上に乗ってるトッピングね落ちるなよって思いながらまず食べていきましたけれども、なんかスイカゲームでしたっけ、なんか流行りましたよね。そんなのをちょっと彷彿させるような一つですね。はい、この金色ラオウなんですけれども、こちらスイカなんですね。こんな黄色いスイカ私人生で食べたことないですね。みずみずしくてね非常に美味しかったです。通常のスイカと比べるとねよりさっぱりとした甘さを感じましたね。で今ちょっとグラス見えると思うんですけれども、結構ねゼリーなんかも入っててね夏を感じさせちゃうようなパフェでしたね。この時点でねもう結構お腹いっぱいではあったんですけれども、なんかパフェだからかね結構もう一個、いやもう一個いけるかなみたいな、果物のみずみずしさマジックは結構怖いですね。自分が無限に食えるんじゃないかってちょっと錯覚しちゃいました。徐々にねお腹いっぱいになっていくと同時に、あーあれも食べたいのにとかこれも食べたいのにってなっていくのでね、ぜひ皆さんはね2組あるいは3人でねこちら訪ねることを非常におすすめします。ここでねラストオーダーのお声掛けがありましたので、はい、ちょっとねジョジョ立ちみたいなポーズになってますけど、最後のパフェを注文しつつこちらをね食べ終えます。やっぱりねパフェが一番単価が高いと思うので、もしいや金額ちょっと元取りたいなっていう方はねパフェをガンガンご注文することをおすすめします。はい、そしてこちらがね最後の商品になりますね。桃のパフェになります。こちら通常のねビュッフェメニューの中にあるパフェの季節の、パフェになるのかなというふうに思います。さっきのね岡山白桃のパフェに比べると結構乗ってる桃の量が違うんですよね。やっぱりでもこちらはこちらでねすごく美味しかったです。しかしこちらのビュッフェね制限時間が120分、ラストオーダーが20分前っていうことなので、ちょっとこの情報最後の方に出すの恐縮なんですけど、
なんで、あ、急いで食べなきゃみたいなっていう焦りとかも全くなくね、自分のペースでゆっくり楽しむことができたので、これはもうね、皆さん定期的に通いたくなっちゃう気持ちが本当によくわかりました。次回もしね、行く機会があったら誰かと一緒に行きたいところですね。そうすればね、メニューにある他の商品とかね、シェアして食べたりすることもできると思うので、また今年のどっか行こうかなってちょっと考えております。というわけで今回ね、14品食べることができて、で、だいたい金額がね、分かる範囲なんですけれども、これだけ食べることができたので、いや、しっかり元を取れましたね。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。